皆様こんばんは、いちたまです。今週の SAD ですね。隣人が引っ越してきまして、すごい引っ越しな隣人さんが引っ越してきましてね、撮影がしづらくなっております。はい、そんでもってね、今松山では秋祭りっていうことで、先ほどモーテーこいモーテーこいと子供たちがね、訪ねてきまして、まあ唯一夜遊びができる小学生とか、まあそれ以下の子が夜遊びできるっていう、まあ夜出歩けるっていう唯一のイベントですよね。はい、いちたまも何年前かな、最近はちょっと2日前に水やったんかな、水やっております。んで、ちょっといちたまは今年いろいろいろんなところに撮影行くだろうなと思ってジンバル買ったの忘れてまして、なんで今までつけんかったんやろっていうことでちょっと急遽つけております。まあ、iPhone で今撮影してるんですけど、 iPhone 自体は手ブレ機能があるんでわりかし綺麗に撮れるんですけどね、ジンバルがあるとまあ滑らかに動くんかなって思うんですけど、夜だと微妙っすね。まあそれはいいや。SAD 中野、これはすごい極太ですよ。ちょっとピントが合わないですけど、なかなかいいバンド幅してるんじゃないでしょうかこれ。うお、期待大ですね。どうしましょう、ちょっとそのうち株主総会を開いて胴切りするか、ちょっと多数決を取らせていただこうかなと思ってます。株主の皆さんの過半数以上がカットしてもいいよっていうことでしたら、今年中にカットしようかなと思うんですけど、まあそれもちょっと株主総会で決めさせていただこうかなと思っております。はい、第3弾ですね。ちょっと徒長し影じゃないかなって感じはしますけど、おっすごい、これちょっと見てください、すごいバンド幅が隠れてるじゃないですかこれ、真っ白なバンド幅、これは SAD ですな。いやー早く見たいぞ、この葉っぱを早く見たい。まだ表現出てないですけど、やっと本調子になったのかなっていう感じですね。いやーこれは楽しみっすね。もうここで前兆が現れてますから、これよりも太いのが出てくるんでしょうね。いや楽しみですね。まあ今回はですね、ジンバルがあって片手が塞がらないということで大きさ測ってみましょうか。そうそう、まあ10センチ前後か、やっぱそれ以上大きくならんのですね。ここも、あ、ここは6センチから7センチに変わりましたね。ちょっと隣人のおかげでまあまあ狭いんですよ。こっちか、高さは6センチ、まあ乃木入れたら、トップスピン入れたら7センチ、こっちもこの角度いかついですね。こっち7センチか、あれ高さ変わらないですね。重厚感が全然違うんですけど、もしかしたら土はやっぱり花田野菜よりかはこっちの乾燥しやすい土の方が良くて、さらに鉢増ししてってどんどん大きくする方が理にかなってるんですかね。いやーでもまあ、こっちもこっちで、次この点取ってもっと株を増やす際にはちょっと比べてみたいですね。逆にこっちも第3弾も、花と野菜点取った時に花と野菜で発根、まあ、発根してから花と野菜に植え替えてっていう感じで、ちょっとお互い成長が本当はどう違うのかっていうのを見ていこうかなと思っております。はい、花と野菜はこういう土なんですけどね、前回植え替えたグラちゃんです。はい、この土なんで、まあ、ちょっとお風呂の土が混じってるんで根っこは入ってますけど、どう違うのかちょっと交互に試験してみようかなと思っております。
はい、相変わらずこの角度はめっちゃいかつい。これはサムネですな。あ、ちょっとグラちゃんも入れとこうか。グラちゃん越しの、グラちゃん越しで後ろに大きいマンションが、夜景が入った。まあ柵が邪魔やけど、これは映えますな。これは映えますな。おー、これいい。オシャンじゃないですか。逆にこう、どうやろ。柵が邪魔やけど、なんか工場チックじゃないですか。工場夜景チック。こうしたら。おー、かっこいい。第3弾も撮りたいって。ミスター3。ちょっと角度が悪いな。これで。指が入ってるけど。よし、これでオーシャンじゃないですか。オーシャンですなぁ。いや、夜景って感じがしますね。これがサムネや。今回のサムネにさせていただこうと思います。とりあえず今週はですね、冷え込みもありまして、水はちょっと控えようかなと思って、来週月曜日に水やろうかなという感じにしております。こっちがちょっと湿ってるんで、まあ、とりあえず1日2日くらい休んでもいいのかなっていう感じなんで、ちょっと隣人を引っ越してもらおうかなと思います。取りにくいです。はい、ということで今週の SAD はこんな感じでご報告させていただきました。来週もご視聴いただけたら幸いです。それじゃあ失礼します。ご視聴ありがとうございました。